岸本龍一、誰もが信じている重要局面にエナジーを解放、今村啓太、猛者たちを食い止める和製ビッグマン平岩源、そして自身初のチャンピオンシップ、コートに立てば打ち抜いてくれるはず、アルバルク東京対琉球ゴールデンキングズ、いよいよティップオフです。まずは黒のユニフォーム東京のポジションでゲームが始まりました。昨日もどのシュートパーセンテージも実は平均を大幅に下回っていたアルバルク東京です。まあ、それがクォーターファイナルだって言えばそうなんですが、なるほど。さあこの3はどうか、来ました、メインデルの1本です。5点のリードを持っているのが出だしアルバルク東京です。今村啓太、細かいドリブル、ここも今度はパスを選択して外下がって小野寺の3ポイント、来ました。これで2点差になりました。ライアン・ロシターアタックだ、ただこぼれた後グダイディスのオフェンスリバウンドでダンク。非常に外の勝負強さがある選手、琉球揃っているんですが、まずそもそもシュートを打たせていないのが東京のディフェンスです。そしてロシター、まあ、よりも高いような水準でしっかりと決めています。さあ岸本か今村か、いいボールムーブメント、ダンクだ、アタックました。もう一度来るか岸本、チームでもまだ1本しか前半3ポイントを決められていない琉球ゴールデンキングス、ここはインサイド割っていくか、割っていきました、なんとか得点。さあ持ちになるか琉球、あ打たせない、あ打たせない東京です。ただその分インサイドにつないでジャック・クーリーが得点を決めた。さあ3ポイントどうか、岸本下がってくるか、ここで来ました、橋本です。グダイチチインサイド、インサイド、あリバウンドかました、ライアン・ロシター、さらにお手軽も得点は2桁です。さあライアン・ロシター詰めていく、上がっていく、中に力強く、そして振り返ってのショット、琉球は逆にそれを決めることができればガラッと流れをつかめますが、あ開いた、打ってきた、決まった、ここまで7ポイントリード、おーナイスです、テーブスカイ、ラヒアン・ロシターにつないだ、決まる、点差が簡単な空気ではない状況から、はい、塚本さん、ね、どんなところから東京はこの9点、そのアルバルク東京が最終盤もリードを広げていく、琉球も終盤対抗はしていきます。気持ちを全面に出す選手ですが、この位置で打ってくる岸本、なんというシュート、これはまた明日につなげる一本かもしれませんが。